桜坂46の羽生瑞穂が卒業へ、ファンは気遣いと優しさに溢れていて、精神面でも大きな支えだった、と振り返る。アイドルグループ、桜坂46の羽生瑞穂が22日、自身のブログを更新し、グループを卒業することを発表した。頼もしい後輩に囲まれ、安心していられる場所に、私の9年目、のタイトルで投稿、欅坂46と桜坂46での8年間自分を信じられるようになって自分を受け入れられるようになった今巡り合い様々な景色や感情に出会いました様々なお仕事を通じて新しい夢も見ました、と記す。頼もしい2期生と可能性しかない3期生はグループの未来を彩ることができる存在に。そんな後輩に囲まれ、いつの間にか安心していられる場所になっていたり、と明かす。11/25のライブで卒業。そして、ここからの新境地を表現者として自ら切り開いていきたいと私が選んだ9年目の道はこれだということ。素直にお伝えしなければと思います。と、11月25日にZOZOマリンスタジアムで行われるサードイヤーアニバーサリーライブをもって卒業すると報告する。バル、ファンへの感謝も伝えながら、今後はありのままの姿から覗くありのままの景色を少し離れた場所から見守っていきたいな、と結んだ、気遣いと優しさに溢れて、X、Q、Twitter 上では、ハブちゃん、卒業発表、がトレンド入りする反響。どんな時も周りを気遣う彼女が、旅立てる、と思えるグループになったのだから、違うフィールドで頑張るありのままの彼女を、これからも応援したいな、メンバーから出るエピソードも全部が気遣いと優しさに溢れていて、ハブちゃんは精神面でも本当に大きな支えだった、と気遣いができる性格だったと振り返るファンや、ハブへのエールが散見された。ハブは2015年に欅坂46、兼大阪に1期生として加入。171.6 センチの長身を生かし、モデルとしても活躍している。